秩父高原牧場のポピーが秩父は、埼玉県西部から秩父地域にかけて、秩父盆地を取り巻く産地の東側にあたる外、秩父山地とその東側の山麓付近のことである。外秩父の名の由来は、江戸時代に秩父郡に属した村々のうち、荒川と入間川水系との分水嶺の東側の村々が、外秩父十八村と呼ばれたことによる。 明治時代の町村政志向により発足した大河原村、月川村、大久沼村、我の村、殴村の5家村にあたる。それに対して分水嶺より西の秩父盆地側は内秩父と呼ばれた。埼玉県の西側、秩父盆地を取り巻く3つの山地の東側にあたる山地のこと。具体的には秩父盆地の東側から JR 八高線の西側と 小川盆地を取り巻く山を含めた八王子構造線の西側の地域のことで、半能市、日高市、諸山町、小瀬町、時川町、嵐山町の西側、小川町、東秩父村の盆地部を除く全域、寄居町の南側、秩父市、皆野町、長泥町の東側がそれに該当する。毎年4月に約5000名が参加して開催される。 外秩父七宝重装ハイキング大会が有名。外秩父山地南部の西部秩父線沿いは奥武蔵とも呼ばれ、近年観光開発が進んでいる。外秩父丸山の眺望が埼玉県指定文化財となっている。近着殿の悲願へ、ありがとうございます。